こんにちは、心霊学者です。こんにちは、心霊写真ちゃんです。今日は久々に、ゆっくり動画で心霊写真を紹介しようと思っているんだ。最近、私たちは、未解決事件とか、行方不明の解説ばかりやっていたので、今日はとても張り切っているわよ。そうだね、特に今回の心霊写真は、義母愛子さんが鑑定したと言われているものを中心に紹介していこうと思っている。今まで一度も紹介していないものになるよ。あの人はまさに本物だったわね。そうだね、本物だからこそ今の心霊詐欺商法に意見を言ってしまった、そして干されてしまったとうぷ主は言っていたよ。それはどういうことなのかしら。よく言われるオウム真理教事件が発生したから、オカルトやスピリチュアルな番組ができなくなったと聞くけれども、水子の供養について義母さんは、水子の供養にお金をかける必要はない、あなたの気持ちが大切、供養にお金は関係ない、というようなことを言ったんだよ。それからというもの、人の心の弱みにつけ込んでいた霊感商法グループと宗教団体、それに関わる息がかかったタレントによる壮絶なバッシングがあって、彼女はすっとテレビから姿を消したと言われている。義母さんは一般社会で主婦をしていた人だし、芸能界の地味猛量としたいわゆる裏社会で生きている人間から絡まれたら、そりゃ嫌になると思うわよ。ましてや詐欺まがいの占いや鑑定をしているようなのは反社会組織もバックについているだろうしね。そうやって人の心の弱みにつけ込んで法外なお金を取っている霊能者は大わね。今いろいろと霊感商法が問題になっているから、宗教団体だけでなく、そういう人たちも取り締まれるような法律を作ってほしいわ。そうだね、特定の宗教団体だけに関する法律ではなく、ちゃんと法整備してほしい。あとわざわざテレビ番組で強烈な人と対談させて、そこでコテンパンに義母さんを叩いてみせた放送があったわね。あれなんかテレビ局と霊感商法関係者がグルになって作ったものなんじゃないかと思ったけれどもね。義母さんは打ち合わせでは番組内で、まさかああいう展開になることは知らされていなくて、まさにおびき出されてはめられたように見えたよ。素人の主婦があんなことされたら、もう恐ろしくてテレビに出ようなんて思わないわね。誰が見ても本物だとわかるような人だったから残念ね。イカ様霊能者から見たら、すぐにこれは本物だとわかる人だから余計に叩いたんだろう。早く消さないと自分たちが金儲けできなくなるとね。うぷ主が博多の盲目のおじいさんという霊能者のことを話していたけど、あれなんかまさに本物ね。そうだね、目が見えず足も動かなくなっていたおじいさんだ。うぷ主が言うには、本物の霊能力者は霊能力を授かる代わりに他の人間の能力が奪われることがあるとのことだよ。そういえば義母愛子さんは生まれつき片方の耳が難聴よね。そして片方の目が6歳の時の火傷で見えなくなっていた。それから幽霊が見えるようになったと話していたわ。弱視だったオウム真理教の朝原昌光も一応少しはそういう能力があったと言われていたね。多くのエリートたちが入信したのもそういうのがあったからかもしれない。まあこの関係の話はもっと奥が深いんだけど、今日はここまでにしておくよ。ただ、能力があっても、金儲けに使うと、その力は衰えるというのが定説だね。法外なお金を取ったり、印鑑や壺、墓石を売りつけたり、この業界は偽物のせいで、うさんくさくなっているわ。あの大月教授も、義母さんを叩いてはいたけれど、霊感商法を一切行わず、金儲けをしなかったところは、評価できると、義母さんが亡くなった後に、コメントしていたな。うぷ主が言う、博多のおじいさんは、ほとんどお金を催促せずに、やっていたらしいわよ。あなたが払いたい金額でいい、という人で、高校生なんか100円で、いろいろ見てもらっていたらしい。しかしそのおじいさん、
途中で所在がわからなくなったのよね。姿をくらましたというわ。それでうつ主と仲間で見つけ出して、またひっそりと鑑定をしてもらったと言っていたわよ。背広を着た会社の社長とか、ちょっと怖い系の人まで並んでいたくらいだからね。あれはまさしく本物だったとのことだ。あとは、厳しい修行を積めば、人としての能力を失わずに、霊能力を身につけることも、できるようだよ。サイババがまさにそうだね。日本にもそういう人はいるかもしれない。ただそういう人は、テレビには出てこないわね。そうだね、ちょっと前置きが長くなってしまったけど、じゃあ今から、義母さんが鑑定したと言われる、心霊写真を紹介するね。皆さん、よろしくね。これは海で泳いでいる女の子を撮影したものなんだけど、右側に霊体が現れているね。本当だ、うっすらと海面に顔が出てきている。女の子を見ているわ。雰囲気的に昔の人かしら。髪が長いように見える。これは義母さんが言うには、この女の霊は海の中で水死しているとのことだよ。そしてこの少女に向かって助けを求めているところがちょうど映ったんだ。本当に海の心霊写真は多いわね。水難事故は負の連鎖じゃないかと思うくらい不気味な写真が多い。義母さんはこういう写真が撮れてしまったら、霊体の部分に紙を置いて、水とかお線香とか、あとは霊が喜びそうなものをあげてくださいと言っていたよ。これは温泉で湯船に浸かっている女性を撮影したものなんだけど、ちょうど胸の部分に何かが現れているんだ。あ、確かに見えるわね。まっすぐにこっちを見ているワンちゃんがいるわ。これは義母さんが鑑定した結果、この女性が昔飼っていた愛犬が出てきているというものなんだよ。なるほど、この白い犬かしらね。本当にそっくりだわ。どちらも甘えているような顔をしている。義母さんは霊視でもよく昔飼っていた動物のことを言い当てていたりすることが多かったな。これは悪い写真ではなさそうなので、特には供養はいらないけれども、生前愛犬が好きだったものをお供えするといいらしい。これは窓ガラスの部分に複数の顔が出てきてしまっている心霊写真だよ。確かによく見るとこっち見ているような顔があるよね。それぞれの顔がちょっと怖いわよ。左側にもあるけれど、右側にも骸骨が口を開けた顔が見えるね。実は義母さんが言うには、この家はお墓の上に建ててしまった家らしいんだよ。ええ、それはやばいでしょ。お墓の上で生活をしてしまっているって。福岡の北九州の百貨店もお墓の上に建てていて、飛び降りが2回も起きているわね。それでこの霊体たちは、その人たちに対して出て行け、と言っているとのことだよ。それで写真に現れてしまっている。よく見るとどれも不気味で怖い顔をしているんだよね。こういう場合は供養をした方がいいんだろうね。
義母さんもそう言っている。これはよくあるタイプの心霊写真だね。体の一部が消えているというやつさ。今までもそういうのはたくさんウプ主が紹介しているわよね。しかし義母さんはこの写真を含めてそういうのはとても良い心霊写真だと言っているんだよ。そうなの？不吉なものだとばかり思っていたわ。先祖が警告をしているものは、いい意味でのアドバイスだ、ということらしい。この写真は、この女の子の怪我を、先祖が注意しているらしいんだよ。なるほどね。でもね、よく見ると、ただ指が消えているわけではなくて、指がもぎ取られているように、見えるのよね。確かに、変な消え方をしている。でも義母さんは、こういう写真が撮れた時は、本当に先祖に感謝しなければいけない、と言うんだよ。義母さんらしいわ。私が義母さんを好きだったのは、そういう優しい心が、鑑定に現れるからかもしれない。彼女は、脅したりしないからね。怖くない？かんざしでしょ？今かんざしなんて使う人いないわ。これって、古い女の幽霊が、出てきているんじゃないの？かんざしの心霊写真なんて言うと、オイランとかジョローの幽霊なんじゃないか、と思ってしまうけど、これも先祖の霊体なんだよ。そうなんだ、それならいい写真なのね。義母さんはそう言っているよ。先祖が出てきて、警告しているいい写真だそうだ。このかんざしは、ひいおばあちゃんのものが、出てきてて、これはまさに、首の怪我を警告しているらしい。なるほどね、見た目はとても強烈だけど、警告するならやっぱり、わかりやすいようにした方がいいわね。しかし、この写真に写っている人たち、みんなリーゼントで時代を感じるわ。確かにね。1970年代くらいかな？これはフランス旅行中に、パリで撮影したと言われている写真だよ。どこに幽霊がいるのかしら？これはわかりにくいわね。私といえども、見つけられないわ。ここに小さく写っている、でもよく見ると意外と、鮮明に出てきているんだ。これ外国人の霊体じゃない？雰囲気的に、日本人じゃなさそうね。これは義母さんが言うには、この霊体は、パリがとても好きで、パリに行きたいという、強い念を持っているんだそうだ。亡くなる時に、もう一度パリに行きたいと、思いつつ亡くなっていて、霊体となって、この場所を浮遊している、浮遊霊の一種とのことなんだよ。なるほどね、じゃやっぱり外国人なんだ。
こういう霊体は悪い方にも、良い方にも属さないタイプで、特に害はないらしい。なので特に供養の必要は、ないとのことだよ。なるほど、そういう心霊写真もあるのね。怖いものばかりと思っていたわ。ただこの人の手が、青く光っているのが気になるわね。何か、刃物を持っているようにも見える。気になるならば、この霊体に他に撮影したパリの写真を、見せてあげればいいとのことだよ。そういう供養の仕方があるんだね。確かに幽霊も喜びそう。これは夜間に、バスに乗って車内を、撮影したものだよ。しっかり出てきているわね。しかもなんだが、顔が歪んでいるように見えるわね。よく見ると、頭に怪我している子供のように見える。頭から血を流しているようだ。この道路で、怪我した霊体が出てきているのかしら？この霊体については、義母さんは怖がる必要はないとか、そういう感じで。特に詳細は言っていないんだけど、明らかに、車内のこの人たちを見ているし、ちょっと不気味ではあるね。顔だけ出てきて、輪郭もちょっと歪んでいるけれど、頭の傷の様子だけは、はっきりと現れている。これはなぜ？自分がこうやって幽霊になっているのか、教えたくて、出てきているのかもしれないわね。以上が義母愛子さんが、鑑定した心霊写真だよ。他にもあるけれど、今日はここまでにしておきたい。そうね、残りはまた次回にでもしましょうか。そうだね、じゃみんなありがとう。